パのルーティンです。寝てくれません。ずっと泣いてました。やっと今寝てくれました。抱っこしないと寝ないか。うん、寝ない。よしよし。口が開いとんやけど。そんなしで起きるよ、また。この服かわいいんですよ。見てください。起きて、起きちゃいけん。寝て。よいしょ。この子はちょっとずつ揺れるのがね、好きそうです。この子。口が開いとる。眠てえな。なんかな。寝不足よな。うん。抱っこしとったら眠たくなるしね。うん。3時間おきに起こされるけんな。うん。なんなら2時間で起こしたくなるけんな。うん。夜中でもな。うん。よちよち。もうちょっとかけたい。この服面白いよな。うん。かわいい。うん。よしよし。そんなんしたら起きるけんよ。やりてえよな。うん。はい、パパとのツーショット。おやすみ。おやすみ。あ、顔が怒る。この顔そっくり、あなたに。わかる、うん、でも、違うのは、俺はここにシワができるけど、この子はできん。まだな、この年でできよったら、やばいで。やべ、なんか不満なんかもしれん。ちゃんとあげといて。嘘やろ。アウトやね。よしよし。パパ笑顔。はい、ちょっとね、やっと寝てくれたんでね、ちょっと麦茶パワーを注入したいと思います。めちゃくちゃ麦茶好きやったわ。ちょっとガサゴソしてますね。ちょっとモンスターに会いましょう。もう一人の赤ちゃんに。そう。エンディエンジンゼロ。見て、新しいね、どら焼き買ったのに明らかに使い方を間違った。あら、今度は甘えモードがもう一匹。よしよし。なんかちょっと凛々しい猫に進化したな。うん、あの冬の毛に変わったんやろね。すごい尻尾がもうわけわからんぐらいでかくなってる。巨大な尻尾ですね。ね、体と同じ大きさ。そう、本体より大きいよ。これ全長で言ったら超長いで。ねえ。ほら。あんま触ってあげん。ゼロ。よしよし。なんか耳が超かっこよくなったね。ゼロ様。ゼロ様、このどら焼きはね、上に乗るものじゃなくて中に入るものなんですよ。眠たそうな顔しとるよ、パパ。
でっけえ音鳴らしたな。ブッて。あ、身が出とるかな。これ出とるかもしれんな。出とったら、おなあ、それ不快で泣くけんな。今ね、大変な沐浴が終わりました。手はちゃんと履いたいかな。そんなに怒ってる。おいしい。これミルクって言うんで。おいしい。ゆっくり飲みや。